パチパチパチ。はい、シーメン。パチパチパチ。ね、セーブ入れておきましょう。オッケー。まあまあ、シーメンまではね、ワープできるとこ見つけてるんで。うん、さあ、夜になったね。あ、よかった。どっか入れそうかな。入れない。あれもどうやっても取れないよな。上かこれ。上か。オーケー。ギノゴミ、ギノゴミ、まるで体がでかくなったかのような幻覚を見れる。お、入れた。うん、ちょっとごめん、気になること確かめよう。上はあるのか。ない。はい、じゃあいいです。じゃあいいです。ちょっと気になったんで。なんだここ。またお前か。奥が見えないと。おっす。うっせこいつ。上やなこれ。うまい。終わりか。だな。よし。ブロス強い。ブロス明らかに強くない？おい、何も見えへんけど。イカちゃん、イカちゃん。くそ、イカが。とりあえずこいつをまずこっちに呼んでくる。一回くらい。よし。このイカ踏めるんだよね、確か。一個はえぐない？あら、もう一個ぐらい。無理かな、無理やな。勢い乗せて一気に行きたいな。ああ、もう残り9面まで減った。うん、これギリジャンやな。あのファミコンじゃなくて、あのアーケード版のね、スーパーマリオもこんな感じなんだよね。ギリじゃん、全力ギリじゃん。一応そこ多分キノコっぽいから取った方がいいのかな。こうなってんのか。一回前で止まった方がいいな。キノコっぽいよねこれ。取れねえけどな。あー、もう本当にね、加速しねえんだよな。魔界村。あー、むずい。ここの1マスジャンプも簡単なわけじゃないからね。あー、もうギリジャンしようとしすぎて、今度は。あ、ロックマンの1マスジャンプよりよっぽどむずいからね。
加速した状態で乗らないと次飛べないから。よし、ほら行った。よし、加速してる加速してる。もう一気に行こう。よし、もう残機ねえけど。配置やばすぎ。一気しかないけど。おめでとう。いけー。二個目。これじゃ無理やろ。あ、やべ、ゲームオーバーかな。はい、ということでコンティニューをすれば C の位置を、3機からできます。じゃあこっちの方がマシだね。こっちの方が残機あるんで。さてさて、よっ、加速もう一個分ぐらいいける。よしよし、ここで一回止まって2回目。お、もう結構今回も加速してるね。もう一個いける。風が上、よし、うわー、罠ですね。一回ここで降りよう。あー、もうわけわかんねえ。どうやって行くの？これはもう2個いける。加速してるんで。で、2回目、あんま加速できてないんで。これ合わせんの無理やな。お前ナイス。お前の着地するとこに置いといたからやめて。本気にやったような。うわー、うますぎだろわ。職人みたい。パーフェクトな位置に置くのやめて。ああ、加速もうまくできてないんで。ああ、もうこの位置もわからんし、風でずれるし。今回は加速がいまいちなんでね。ここで降りてね、一回こいつ倒しときたいね。初見です。初見ですね。こいつ倒しときたいよね。ジュゲム着地地点にパイプ送ってよ。あー、難しい。今回の残機でなんとか。ここで一回降りてジュゲム倒…いやー、もう本当にわかんねえ。自分のいる位置がここやってこうかな。これびっくりするほどむずいよ。ここまで、よし、これで一番後ろをしたら絶対大丈夫だな。よし、そうだ、どん底ドーン。 3D ワールドでしか見たことねえ。ふわるもん。とりあえずこれね、安全はこうやって画面端にぴったりして一番後ろを押すと安全に降りれるっていうのは分かった。これはちょっとね、ないんで。よし、復活早ない。せっかく殺したのに。くっそむずい。殺してもすぐ復活するんで無駄だね。それだったら
全力加速で降りる回数を減らした方がマシだ。あクソ配置すぎる。クソ配置すぎる。マリオが好きなジュゲーム、わら。加速がない。着地見えないのつらいな。でこれでジュゲム君を抹殺。風で押される。シュウヤさんはマリオに発売当時は生まれてない。あこれ軽く乗っただけでも加速で来れてるね。これを使わなきゃダメか。ああもうむずすぎなんだよ。マジでむずいからね。今自分がどこにいるか全く分かんない。このゲームマリオ2発売当時にここまで自力で来た人多分ほぼいないよ。ここを加速で多分行かなきゃ。そう思います。多分普通にクリアしたことある人もほとんどいないと思う。魔界村とかもそうだけど、でできてないな。ファミコンは全クリできないゲームがほとんど。ふざけるな。ふざけるな。教えて。惜しいよ。よし、これいったろ。もうこれ最後までいけんだろ。わらわら。おお。わらわら。わらわら。あっだっだだだだ。後半ぬるかったね。ぬるくないんだよ、実は。笑い笑い。わらわら。いったー。気合でいった。あー、配置がすでに嫌だ。ひまわり、わらわら。おめでとうございます。次の城はやばい。さあさあさあ。セーブね、いっぱい残るんでね。ちょっと、ここクリアまではいいよねっていう。もうここのデータが残ったきゃいいよねって感じなんで。ちょっと今回クリアまではね、このデータで活かして。もーらいたいところ。
昔のファミコンのバグの真似みたいな。音出ながら止まるんだよね、昔のゲームのフリーズは。わらわら。そういえば俺ね、ディスクシステムは持ってなかったんで、ディスクシステムのフリーズって知らないわ。ファミコンのフリーズは知ってるけど。あーもう、このね、キノコが5個から3個に減っただけでこの難しさよ。あー、1個目から2個目の上に飛べないとかさ。クリックした。で、次で上。上。よし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 。これは端っこ死なないね。なめんな。よし。すぐ急げ急げ急げ、早く目覚めるのだ。セーラーム、このマップ見たことない？見たことあるね。絶対これ外れだよね。あれ？そうでもない。これなんか見たことあるよね。本編で言ったね。本編で言ったことある。これはノンスト、え？これいける？行くしかねえ。うわぁ、やばだ。くっそ、炎一気。今ちょっと無茶したね。あ、これゲームオーバーっすね。ね、ということで、こう。しょうがないね。もう戻しプレイは飽き飽きなんで、しょうがないね。よし。ここの配置はね、普通の本編でありましたね。下行ってみる？これね、実はいけるんだよ。知ってた？実はこれいけるんだよ。なんか RTA かタスかなんか見てていけるの知ってたんで。いけるんだ、わら。今詰んだって思ったでしょ。実はいけるんだわ、あれ。初めて知った。よし、あ、まだハンマーないね。上行こうか。絶対にやられたと思いました。よし、オッケー。さあ、あと4名。